はい、ということでお揃い、お揃いなんかすごい仲いい感じ、まあ仲いいんですけどね、これわかりますかね、レスポールみたいに見えますけれどもコリングスですね、僕も好きなブランドですけれども、なんか同じギターですよね。そうです、そっくりですよね。そっくり、そっくりとか同じじゃないですか。同じですよ、わかりますかね、同じ。ちょっとこれ近づいてこういうピカピカな感じ。じゃあ間違い探し、間違い探しってか、これ何が違うでしょうか。どう違うでしょうか、わかるかな、どうだろう、わかりますか、ね、ちょっと答えをお願いします。はい、こちらの CL、当社ボトムズアップギターズでオーダーしたものですね、まあ、ビル・コリングスさん、まあ、巨匠ですね、CL シリーズ、それからその他シリーズ、まあ、アコースティックもお持ちですね。そうですね、まあ、どれを取って もうビルダーとしては非常にもうホールオブフェームと私は思ってるんですけれども、その彼に、まあ、この CL シリーズで、まあ、トゥルーヒストリック出てきましたね、ギブソンで、まあ、ギブソンって言っていいのかな、まあ、続けましょう、で、その時に、いや、本当にギタリストとしてその自分がこう対価を払うに足るギターが作りたいと思ったわけでございます、なるほど。その時に、時を同じくして答えを言っちゃいますが、こっちがエイジドなんですね。裏もどうぞ。ね、クラックが入ってる。で、くすんだパーツとかね。その、はい、まあ、オプションを、コリングスが始めたんで、じゃあ2本同時に頼んじゃおうと。で、このまあパラレログラムのインレイだけはちょっと好きなんでオーダーさせてもらってあとはもう全部お任せで、いわゆるノーマルとエイジドと作ってくださいということで作ったんですよ、まあ価格差はそんなにありません。ただし今日弾いて気づいた違いね、これはもうユーザーには来ていただいて弾いていただくしかないんですがまあ少しね、山口さんの口からも聞きたいなと。どうでしたか、いやまあ違い出んのかなってぶっちゃけ、そうですよね、ぶっちゃけ、いやまあ仕様一緒でしょっていう、基本的には仕様は一緒で、まあエイジド、まあこう塗装のクラックだとかそのパーツのくすみだとか、まあ、そのぐらいなもんで大丈夫ですか、動画にしてなんか意味あるんですかねみたいな感じでした。結構疑ってましたよ、ね、疑うっていうかいや大丈夫ですかねみたいな、ね、がしかし、まあいろいろまあちょっとね、まあ本当に動画で分かるか分かんないですから、ちょっと聞いてもらった方がいいかもしれないですね、じゃあ行きますか。はい、行きましょう、じゃあ動画どうぞ。どうぞ。見ていただきました。いかがですか。
どうでしょうか、どうだったでしょうかね。分かったのかな、私たちもワクワクしますね。これもね、分かんないですよね。まあ、皆さんの反応も、まあ、一緒だよという方もいるかもしれないし、うん、違うかも、僕らの見解としても完全に一致してて、うんうん、どっちかというとこっちの方が、まあ、どなんていうんですかね、ちょっとじゅわっと、うんうん、エイジの方ですね、溶けるというか、うんうん、こうふわっとなんていうんですか、まろやかな感じだったりとか、うんうん、ちょっとねこうこなれた感がありますね、うんうん、でこっちは僕の印象だとこうしっかりこう、うん、コリングスっていう感じのゴリッとしたトーンで、もうちょっとこうボトムもしっかりしてるかな、うんうん、そうですね、なんかこうしっかりこう輪郭がはっきりしてこうくっていう噛みつくような、うん、感じというか、そうですね、かっちりしてましたね。そうそう、その全然ね、まあ、弾いた感じでは全然違いましたね。うんうんうん、うん、面白い、面白かったですね。いや実はこれこういう動画を撮るにあたってブラインドテストやったんですよ、うん、山口さんに目隠ししていただいて、そうそう、どっちのギターを渡すかわからない、それで弾き比べてもらったんですね、ご自身で一発で当てましたよ、うん、いやすぐ、もうどっちも違うというのを当てていただいたんで、うん、こういう手のかあのね感触とか、まあまあ、わかんないですけど、まあ、そういうのも絶対もうわからないように、もうパンってもうファーストインプレッションで当てようと思ってると、もう一発でわかるし、うん、っていうぐらいの違いはあります、うん、あります、少なくとも、うんうん、なのでまあこれね、いろいろまあね、パーツ類、まあこうローラーだったりとか、これね、ここスケルトンになってますけど、まあこういうね、厳選されたこうしっかりしてますよね、この辺ね、パーツの配線だったりとか、これはね、勝手にそうなってきたんですよ、うん、多分相当思い入れがあるんだと思いますよ、うんうんうん、日本シリアルも続きなんで、なるほど、あ、2本まとめて買っていただくっていう、いいっすね、兄弟機として、あ、ぜひぜひ。レスポール好きはたまらん仕様ですけども、うん、まあ、レスポールね、いいレスポール、もうこれっていうやつ、一生もんみたいなやつって、うん、やっぱ追い求めるじゃないですか。しますね。で、まあね、現行のものから中古のもの、まあいろいろありますけれども、まあそういうのを追い求めてもいいんですけども、一つまあ、こういう答えもあるんじゃないかなっていう、本当に、なんか答えっていうか、もうこう説得力はあるかなっていう音に対して、あ、これだよ、これっていう感じは、しましたね、うん、うん、どっち好きですか。僕ですか、うん、まあ私もこういう仕事してますんで、うん、まあ、某 G 社の、うん、某マーフィーさんですとか、あ、ね、持ってらっしゃいますよね、いろいろ、まあ、所有はしてるんですけれども、うん、僕もレスポールはいっぱい持ってる、はい、あとは CL もこの間買われた、そう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 、はい、ちょっと話戻しますと、はい、じゃあどっちが好きか、ズバリ僕はですね、うん、あえてこっちかなと、なるほど、思ってます、うんうん、こういうギターってパッと買って、あ、そういう感じかって思ってしまうものじゃないと思うんですよね、うんうん、それと弾いて自分のこうプレイスタイルに合わせて育てていくという楽しみがあるので、もう傷なんか気にせずバンバン弾いていただきたいなと、ですよ、いうことで、うん、まあ、こいつがこう朽ちていくというか、それはいい意味で育っていく、うん、まあこの辺なんかもう6勝吹いちゃうみたいな、うんうんうん、そういう使い方してもらえたらなと思ってるんで、うん、まあ、こっちですね、うん、僕ね、こっちかな、うんうん、このね、ちょじゅわっとする感じっていうのは、うん、まあ、何回かね、本物弾かせていただいたことあるんですけど、やっぱその雰囲気あるんですよね、うん、うん、これいいっすよ、もう持って帰りたいぐらいぜひね、試してください。そうですね、弾いてみないとね、はい、まだ分かんないと思うんで、ぜひ、その際はボトムズアップギターさんへ、お待ちしてます、ぜひ。